こんにちは。素敵な生き方、みなチャンネルのみなです。このチャンネルでは、主に40代からシニア世代の方々に向けて、お金に困らないで、心豊かに、そして健康に生きていくために、ヒントになる情報を発信しています。ご覧いただき、いいなと感じていただけましたら、ぜひ高評価とチャンネル登録をお願いします。いつも皆さんに見ていただいて、大変励みになっています。ありがとうございます。さて、今回は老化の原因、酸化編と題して、老化の原因と言われる体の酸化についてお話しします。前半では、体が酸化するとはどういうことか、なぜ酸化は体に良くないのかについてお話しします。そして、後半では、体を酸化から守ってくれる食べ物をご紹介しますので、今日もぜひ最後までご覧ください。皆さんも、そして私もですが、やっぱりいくつになっても、健康的に若々しさを保っていたいですよね。子供、若者、成人という過程は成長と呼ばれるのに、そこから年齢を重ねてくると、老化という嫌な呼び方に変わってしまいます。そもそも老化とは何なのでしょうか。多くの辞書では、年を取ることによって、体の機能が衰えることと定義しています。ところで人はなぜ老化してしまうのでしょうか。このことについては、まだまだ謎の部分が多いようです。それでも、科学と医療の進歩のおかげで、昔よりもたくさんのことが分かってきました。今日皆さんに覚えておいてほしいことは、残念ながら老化そのものを止めることはできませんが、老化は遅らせることができるということです。現代において老化を早める原因は、大きく分けて2つあると言われています。1つは、体が酸化すること。そしてもう1つは、体が糖化することです。ですから、この体の酸化と糖化に気をつければ、私たちは老化を遅らせ、若々しさを保つことができるというわけです。今日はこの2つの原因のうちの1つ、酸化にスポットを当ててお話ししていきます。糖化については、次回の動画でお話ししますので、ぜひそちらも楽しみにしていてくださいね。では、体が酸化するとはどういうことなのでしょうか。酸化といえば、中学の理科で習ったような気がするなぁと思い出される方もいらっしゃると思います。文字通りには、物質と酸素が結合することを意味します。そんなことを言われてもよくわからないですよね。生物が酸化するのにイメージしやすいのは、リンゴの皮を剥いた時でしょうか。剥きたての時には新鮮で美味しそうなんですが、時間が経つと表面が黒ずんできてしまいます。これが酸化です。自分の体の中でこんなことが起こっているなんて、考えるだけでゾッとしちゃいますよね。でもちょっと待ってください。酸素って私たちが呼吸で取り入れているもので、酸素がないと私たちは生きていけないんじゃないんですか？という方もいらっしゃいますよね。その通りなんです。酸素は私たちが生きていくのに必要なとっても大事なものです。ところが、私たちが呼吸で取り入れた酸素は、一部が活性酸素と呼ばれるものに変化します。活性酸素は、普通の酸素と比べると、
他の物質と結合しやすい性質があります。活性酸素も必要なものではあるのですが、これがあまりにも多くなりすぎるとくっつかなくてもいいものにまでくっついてしまい、結果として細胞を傷つけたり動脈硬化を引き起こしたりして老化の原因を作ってしまうんです。体が酸化することは体が錆びることにも例えられています。体が錆びるなんて嫌ですよね。錆の原因にはどんなことが挙げられるでしょうか。多くの専門家はストレス、紫外線、大気汚染、タバコ、過度の飲酒、過度の運動などが過剰な活性酸素を生むと言っています。また食べ物にも注意が必要です。古い油を使った食べ物や揚げて時間が経ってしまった揚げ物、さらには食品添加物を多く含む加工食品などを摂ることは、体の中で活性酸素がたくさん作られ体が酸化する原因とされています。ではどうしたらこの活性酸素から自分の体を守ることができるのでしょうか。私たちの体は活性酸素によって酸化してしまうのを自分自身で守っています。このことを抗酸化作用と言います。ですからこの抗酸化作用を強くしてあげれば、私たちは老化を遅らせ健康で若々しさを保つことができます。抗酸化作用を強くするのに助けになるのは抗酸化物質と呼ばれるものです。抗酸化物質は私たちの体内で活性酸素の発生や働きを抑えたり、さらには活性酸素そのものを取り除いたりもしてくれる心強い味方です。代表的な抗酸化物質は4つあります。1つはポリフェノール、そしてあとの3つはビタミン A と C と E です。 A と C と E を並べるとエースと読めますから、ポリフェノール&ビタミンエースと覚えておくこともできますね。ではここで抗酸化物質ポリフェノールとビタミンエースをたくさん含んでいる食べ物をご紹介します。バランスよくこうした食べ物を摂れば、私たちは体を錆から守ることができます。まずはじめにご紹介するのはお茶とコーヒーです。これは食べ物ではなくて飲み物ですね。お茶にはカテキンが、そしてコーヒーにはクロロゲン酸がそれぞれ含まれています。このカテキンとクロロゲン酸がポリフェノールにあたります。ちなみにポリフェノールというのはほぼすべての食物が持っている苦味や渋み、また色素の成分だそうで、自然界には8000種類以上のポリフェノールがあるんだそうです。皆さんもイソフラボンやアントシアニンなどはお聞きになったことがあると思いますが、これらもポリフェノールの仲間だそうです。お茶とコーヒーに話を戻しますが、こうした飲み物を飲むときにはなるべくお砂糖は控えましょう。次回お話しする体の老化にも関係しますが、老化を遅らせる効果を高めるためにも素材の風味を楽しむ飲み方を心がけてくださいね。またポリフェノールの効果は3から4時間と言われています。ですから例えば朝の9時に仕事を始める前にお茶やコーヒーを飲んだら、次はお昼の時間、そして次は3時などと少し時間を意識すると効果的にポリフェノールを取り入れることができますよ。ポリフェノールはお茶とコーヒーから取れることが分かりました。
では、ビタミン A はどんな食べ物から取れるでしょうか。残念ながら、この3つを1つの食べ物で賄うことはできません。とはいえ、とてもざっくりとですが、ビタミン A と E はほうれん草、かぼちゃ、人参などの緑黄色野菜から、そしてビタミン C は柑橘類やベリー類、キウイなどのフルーツから取ることができると覚えておくことができます。また、ナッツ類やアボカドはビタミン E を多く含んでいるので、これもおすすめの食材です。さらに、ニンニク、生姜、ごま、またクローブやオレガノ、ターメリック、ウコンなどのスパイス類も抗酸化作用に良い影響を与える食材であることが知られています。では、これらすべてを使って料理するとなると、皆さんは何か思いつかれますか？私のおすすめはフルーツカレーです。人参やかぼちゃなどの抗酸化力の高い野菜にアボカドを加えて最後にキウイを入れます。ビタミン C は熱に弱いという通説がありますが、これは間違いです。ビタミン A と E は脂溶性で、ビタミン C は水溶性です。ビタミン A や E を多く含む緑黄色野菜を中心に時間をかけて煮込み、カレーが完成に近づいたら、キウイを入れて仕上げます。こうすることで、キウイに多く含まれているビタミン C をカレーエキスの中に逃さずに効果的に体内に取り入れることができます。スパイスにニンニクや生姜も加え、隠し味にインスタントコーヒーを1さじ加えると、抗酸化力抜群、若返りカレーの出来上がりです。ということで、今日は老化の原因、酸化編と題して、老化の原因と言われる体の酸化についてお話ししました。カレーは毎日食べることはできないと思いますが、食べている時に自分は若返ってるんだって思えたらちょっと嬉しいですよね。次回は老化の原因、糖化編と題して、糖化がなぜ老化につながるのかや、糖化を防ぐ食事の取り方などをお話ししますので、ぜひ楽しみにお待ちくださいね。今日も最後までご覧いただき、ありがとうございました。また次の動画まで。皆様、お元気にお過ごしください。